ナー6番ギボンインターナショナルプロアスリートオブザスラックラインブス所属長野県16歳、世界の3大会全てのタイトルを勝って帰ってまいりました。紛れもなく世界現在トップとしても間違いないかもしれません、木下春樹。対しますはルメナンバー17番、こちらもベテランというところでしょう、フロム千葉県40歳、ヤクワタク。両者による争い、こちらも目が離せません。ジャッジ準備よろしいでしょうか。それでは早速いきましょう、ベスト16第3試合スタート。さあまずはライン上飛び出したのはベナンバー17番フロム千葉県40歳、ヤクワタク。大きなエアにグラブをしっかりと入れてきます。得意の敬礼、さあ対しますは木下春樹オンザライン。この夏行われましたアメリカ X ゲームで優勝、X ゲームで優勝、そしてフランスナチュラルゲームス優勝、ミュンヘンで行われましたワールドスラックラインマスターズ優勝という3タイトル、この夏世界で最もその名を知らしめた男、双子玉川にてパフォーマンスを見せてくれます。それぞれの選手に与えられているのは2分間、ラインから落ちた時点でそのタイムは止まります。持ち時間全てを使い切った時点で試合終了です。さあ対するはヤクワタク、360フィート、ただ360コンボで持ってきましたが、ここはしっかりとラインに戻ることができません。変わりましてビブナンバー6番木下春樹オンザライン、540540グリーンのフィートンフロント、フリーフォールスパイラル、モジョ逆方向のモジョ、ブレンダー、さらにブレンダーのアセンション540、難易度の高いトリック、見事にコンボでつないできます。さあ対しますヤクワタク、負けてはいられませんベテラン。360アセンション、フリーフォールはわずかに体の体勢を持ち込むことができませんでした。木下アルキオンザライン、右からバック、そして前に後ろに、さらに前のフィード、高さを出してきます。エンゼルフィップ、後ろに1回転する最中に横に1回転ひねりを入れていきます。さあラインを見まして、ライン上にはヤクワタク、おっとラインからわずかにラインが足が取れてしまいます。17番、残り時間は40秒になろうというところ、見せてきましたミスティ、半回転少しわずかにひねりが届きませんでしたが、
群高いチャレンジングなトリックです。さあ残り時間30秒としました。木下歩き高い位置からのバックバウンス、そしてデニーで受けます。前に後ろ、キャッチもただのバットバウンスではありません。フロントのフィート、さらにバック、もう一発、さらにミスティで受けます。前回りに半回転のひねりを加えたミスティフリップ、残り時間9秒としたところで残り時間34秒、ヤクアタク、集中力を高めイメージを作ります。残り時間30秒を切ります。セブンチュー決まった、2回転乗せてきました。アセンション、540、思いが先走る。さあ残り時間9秒、木下歩きいかに使うのか、この9秒、でかいフロントフィアレス、バック、さらにダブルのフロント持ってきた、バックのフィート、さらにミスティのフィート、ここで余裕を持ってラインを降りました。木下歩き時間をいっぱいいっぱい使います。さあそして残り8秒、ヤクアタク、さあこの8秒、どう使うのか、期待の高まる会場、ヤクアタク、ここでブザーが鳴ります。ここから15秒間はジャッジの対象となります。フロントフィートは使い切りません。時間をいっぱい使い切りました。両者に大きな拍手をお願いします。木下歩き、さすがは世界を制した男。